千本採行傘は、ナヨタケかヒカゲタケ属の菌類。世界中に広い分布を持つ。一箇所に多数生えることがあり、そこからこの名前がついた。幻覚作用のある白紙びが含まれる。形態的に、これらタケに類似しているため、しばしば間違えられる。20世紀の初頭、ヨーロッパでは、雑草ヒカゲタケと呼ばれた。 商業用キノコの菌床から生えることが多かったからで、ある。酔うため、このキノコは取り除かなければならない雑草のような存在であった。栽培は容易である。傘は1.5から6センチメートル。まんじゅう型か、あるいは平たい形である。表面は滑らかで吸水性を持ち、湿っている時は赤茶色であり、乾いている時は淡い土褐色となり、 成熟すると傘の端に沿って暗い帯が見られる帯黒となる。傘は茶色で平べったい。肉は赤茶色からクリーム色に近い色をしており、肉厚は薄い。ヒダは狭く付属したものに着生しており、茶色っぽくまだらであり、胞子が熟成すると黒く変わり、ヒダの端は白くなりわずかに縁取られる。胞子は黒く滑らかで細かい。 12、8ナノメートル程度の大きさで、楕円形。柄は2センチメートルから10センチメートル。太さは3から9ミリメートルで先細りになっている。白っぽい、赤茶色。白を踏んで覆われたようになっており、自治灰色の胞子の子がついている。くぼみ、どんな膜にも覆われておらず、小さく白い小繊維に覆われており、頂点には柄の下側に筋がついている。軸の元は、 汚れており、菌種は時折汚れた青になる。ストロー状になっている。新鮮なものは、澱粉質で乾燥すると、岩塩風の味になる。千本採行傘は興奮性であり、舟や芝生、星草、大肥、馬や木片などでよく育つ。日本では、本州と北海道であり、6月から10月にかけて発生し、地方によっては大肥に、ほぼ通年見られる。 日本では、春から秋に群生し、肥えた土であれば、公園の遊歩道などでも見られ、何千本も群生することがある。また山道沿いの草地など。エノキタケを栽培した後の、ぬかやもみ殻を混ぜたおがくずに発生しやすく、エノキタケの栽培地で5色が多い。アメリカでは、豪雨の後の、春先、秋先に群生する。雨が降れば、数年見ることができる。 アメリカ、カナダ、南米、ヨーロッパ、アジア、ロシア、オセアニアなど、世界の広くに発生する。日本では7月の宮城県、5月の滋賀県、沖縄。奉仕門。高額な装置を用いずとも、栽培は、初心者にも簡単である。奉仕を採取するには、柄から傘を取り、清潔な紙にだを向けておき、上から、ガラス瓶を置き20分ほどで黒い奉仕を、 賛成するとか、あるいは、ひだを、スワブ綿棒で拭い、拭った綿の端を、培養試験管に入れる。この胞子を現金された、培養地に移す。あるいは、20時間が経過していない傘から、培養地を作ることもできる。すでに本、キノコが繁殖した、堆肥化した藁を、藁を並べた裏庭に置くことで、屋外栽培も可能で、雨が降れば豊富に成長する。 湿度90度以上、温度27度から30度の暗所で培養され、その後は光を得て適切に成長し、収穫時には湿度85%から92%、温度24度から27度である。このキノコは、いわゆる毒キノコである。幻覚を起こす白紙瓶が多量に含まれている。いわゆるマジックマッシュルームである。このため日本では法によって、 不法な所持、使用が禁止されている。アメリカでは、白シビンが、規制物質法で規制されているため、含有するキノコは、規制物質の容器だと考えられ、所持、使用は、ほとんどの州で禁止されている。滋賀県で採取された本種の白シビン含有成分の、量は、重量あたり、0.64から0.7%であった。 なお、ベオシスチンの方が多く、N、N ジメチルトリプタミンも検出された。ありがとうございます。